型破り。おはようございます、お願いします。あったあったあった、場所が打てない。そう、これ打ちたかったの、ずっと。ある日新刊が出たらしいです。久しぶり、もうこれ絶景なんでね、楽しもうと思います。行ってきます。おはようございます、ソロパチステーションのジャニャンです。はい、本日ですね、神奈川県にあります楽園川崎店さんにお邪魔しております。で、抽選ではなく並び順でポチッと押したら147番が出て、あ、まだいけるかなと思ったら、あのいつも通りシュッと曲がった。僕はバラエティコーナー大好きなんで、前回ね、レッカーを出してもらったんですけども、ちょっと背後にあった春日がもう打つ機会がないので、ぜひと思ったらちょっと空いてました、よかったです。というわけで、もうね、春日の愛をいっぱい語ろうと思いますので、ぜひ一緒にお楽しみいただけたらなと思います。ではちょっとね、もう年末ということで、照れて来年もつながる、来年にね、つながる会にしたいと思います。それでは3桁の出玉には興味ありません、楽園川崎店さんで型破り。型破り。ではでは参りましょう、鈴宮春日の憂鬱。もう打つ機会これが最後かな、1枚目。で、あの役物調子悪いかもしれないんですけど、気にしないでください。あの落ちてくればいいです、もう昔じゃないだから。僕の中でライトミドルスペックランキングトップ5には入ってきますね。だから出玉性能は一番いいんじゃないかな。だからこの最強スペックと言われてるのが、まあ、とりあえず合算値239分の1です。で、これがですね、右打ち入ると、まあ、時速2万発と言われております。え、なんだから引けばいいのよ。引いちゃっていいの、引きよくなさい。はいよ。で、演出に関してはまず疑似三町で、役物は絶対あります。で、あとはフルーツから出れば熱いですね。あんまり絡まないけど。で、あと次回獄とかもあるんですけど、この時代に出たものの中ではシンプルな作りなので、もう赤穂流役物だけでも押し切れたりもします。こういう時も継続がいいな。後期でジャックリーチに行った場合は新人ギアチャレンジの期待痛くなります。あ、後期ホールもたまに当たる。ここで終わったらショート、そしたら新人ギアの可能性あります。バーンって出たら、あ、ダメですね。あそこのとこにあの新人がいたらチャンスアップですね。保留はとりあえず赤系待ちです。赤保留または激圧、それが絡んだらそれだけで大丈夫かなと思います。うわ、これ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 言っちゃった。これマジで6割ぐらいあるんですよ。びっくりした。これがあるの、いきなり来んの。これで大好きゾーンとか言ってくれたらもっと熱かったですけど、十分ですね。あ、オッケー。この指差しゲージ一番熱い。あ、十分ですね。アマト野球熱、オッケー。ギリさん、あ、激アツ発進、継続ないんだ。激アツ、オッケー。今のとこ十分で、ここで薬物 SOS 振ってこい。せーの、オッケー。ここでわーわーわー。で、タイトルフルーツだったら完璧。赤はチャンスアップですね。最終回、あ、タイトルフルーツじゃないのか。で、あといくつ信頼度が絡めるかで、団長降臨も激アツポイントの1個ですね。お、よし、あ、もうもらった。これまでのない規模の閉鎖空間が発生し始めました。あ、もう理想ケース、なかなか出ないですね、サイドフラッシュ。これ団長降臨くんじゃないか。あ、もう全部、ほぼ全部入ってる。で、ボタンの時に団長降臨が、あ、祝の祝、もう終わりですね。祝初めて見た。これ団長が来てくれたらもう完璧。ある日ありがとう、祝でしたね。いきます。
ありがとうございます。早い、32回転投資2500円です。シンプルでいいじゃないですか。この速さが好きなんですよね。さあここからが問題です。ここから、53% で多交際モード、いわゆる核変みたいなものに突入します。 AKB タイプなんで、あのダッシュ飛んだ方は時間つかないです。さあ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 、一引き入魂、カニ食ってきたらもう確定です。一引きルーレットか、これ半分が成功のパターンがこれがチャンスアップ。あの主婦もラッシュまで濃厚なのかな、分かんないけど、これはほぼ大丈夫なパターン。 OK、 これは劣化のパターン再びかな。こっから 77% でループいきます。じゃあまずゴッドノーズにしてからですね。昭和2の本気っす。この時代にギターの弾くとこ全部映すんですよ。さすが京アニですよね。で V に入れば、あのここマクロスと同じで、あのガチじゃないので決まってます。どうだ、春日が来れば。あー大丈夫か。はい、でこのラウンド中に春日が来てくれれば、あの継続のこうプラスで弾増えるんですけど、来なかったらまずいよね、これ多分。そう、これ来なきゃダメなんですよ。確かにマクロスと同じで3回煽ってくれたらほぼ行った気がするんですけど、ハルヒ、さあハルヒ大丈夫これ。一引きがいいよ。あー SOSM 落とせれば5人必要です。3人はダメ。うわー3人だ。23対22ほぼ1対1です。あめっちゃダメ、マジ落ちてね。空気読めよ。1095は通常と変わらんて。でも引き続き朝一誰もできたんで、もうどんどん行きましょう。まあ、今日これは打とうと思った理由として、もともとこの間ここで劣化打たせてもらって、裏にこれあるの知ってたんで打ったいなと思ったんですけど、一昨日かな、あの10年ぶりぐらいに春日の新刊が出てツイッターざわついてたんですけど、それ見て、あ春日と思って、でもうちょっとでこれも撤去なんで合わせて、あ打ちたいなとずっと思ってて、どこまで新刊買ってないんですけど、ちょっと今日でもう一回春日を堪能して新刊買おうかなと思って出るんですよこの台は。あとね、春日は僕の新アニメを見るきっかけになったアニメでもあって、世界観いろいろ変えてくれましたね。僕それまでなんかオタクオタクってイメージあったんですよ。見るの恥ずかしいなとか思ったんですけど、もう全部変えてくれた。エンドレス様を最後まで見たの、同じやつループするやつ、さすがにあの飛ばしたちょっとね、ガチ勢ではないよ、好きなだけだから。エンドレスタイマーの楽しみ方、皆さんあのガチ勢の方教えてください。あれは別だから、それえ、いった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 、新人劇法、これあの直で V 入るかものやつ、これ新人劇法に超がついてれば熱いです。でもこれでも行く、これマクロスと一緒です、泣きの1回と同じ現象、一般人なんで僕一般人でいきます。これ筐体によってあの打ち出したタイミングで球が詰まっちゃうことがあるので、間違いがないようにするにはちょっと前から打ち出しておくことをあのお勧めします。これ入れなかったら損しますからね。これ入れば直できた交際、このぐらいから打ち出しておく楽、球出るんだなっていうのを確認できるので、この打ち出しでさあ、あと見るだけ。あー開いちゃった、ダメですね。これマクロスと同じで先に開いちゃったりしたらもうダメですね。これもダメです、通常。でこれと当たりと合わせたガス高確率が239分の1です。いやこれさ、1500個に なっててもいいから出てほしい。あ
ジャンジャンのお悩み相談室開いてもいいですか。皆さんが僕に相談するんじゃなくて、僕がカメラマンに相談するお悩み相談室ね。自由あるか知らないけど。あのね、最近気をつけてるのが、あの、磯さんにならないように気をつけてるの。で、その理由が、コメント欄で、磯丸に似てきたってよく言われるわけですよ。で、最初は、あの、僕は磯さんみたいくならなきゃいけないんだと思ったわけですよ。でさ、あの、スタッフとかもさ、なるべく磯さん寄りにしようとしてたじゃん、俺のさ、あの、見せ方というかさ。でも、まあ、そうにはなれなかったからさ、あと元々そんなキャラじゃなかったじゃん、もともとだからやめましたってなって、で、まあ、1年ぐらい経った時に、あの、まあ、劣化とかの回見ていただいた方は分かると思うんですけど、まあ、どっちかというとリアクションの取り方、伊佐さんなんですよ。なんでだろうと思った時に、伊佐さんってとても人間らしいさ、リアクションをするじゃん。だからそのパチンコに対して、あの、喜怒哀楽を 100% ぶつけてくタイプじゃん。だから自分もぶつけてたら磯さんになっちゃったわけ、途中で。これはどうすればいいんだろうっていう深いお悩み相談。どうすればいいと思うっていうね、お悩み相談。皆さんもあの、ぜひコメント欄とかでどういう方向性がいいのかちょっと教えていただきたいです。あの、第3シーズンだし、実戦中にね、写真撮ったりできるんですけど、赤ホルが来た。大好きゾーン入ってほしい。大好きって、大好きって言って、大好きって頼むよ、大好きって。あー、あ、これ熱いゾーンなんですけど、この上位に春日だけは頭抜けて熱いです。大好きって言ってくれた、言ってくれるだけ OK ですね。ギリさんの時のアクション注目です。足で攻めて蹴ってほしいですね。うん、これ、この時、あー、ノーマルバージョンだ。まあ、春日はギリさんの時点でそこそこに信頼度は持ってるんで、まあいいんですけど、できればコスプレとかしてほしかったですね。さあ、谷口レッツゴー、チャンスボイス、オッケー。かまど馬だから上位だな。さあ、マジで SOS、 SOS。 さあ、役者かまど馬は期待しちゃう。タイトル、あー、フルーツではなくてもいいや。バン、完璧、欲しいの来た。これストーリー行くんじゃない。あ、来た、ストーリーリーチ。ストーリー言ってくれて、今赤保留と役物あるから、これ熱いっすね。すれ違いコリドーじゃないけど、これ最後赤カットイン出てくれたら大丈夫。チャンスアップ、あとカットインの赤しかないはずですね。ここです、赤、赤、オッケー。文句ないでしょう。あとは当たるだけ。ダメ、やめ、通らないで。じゃあ赤カットインいらないじゃん。派手言ってる方は多分当たると思ったと思う。外れるとき青なんですよ、俺。大好きって言ったじゃん。あ、答えなかったからな。お悩み相談室、これが重要なんですけど、最も重要なんですけど、当たらなきゃいけないところで当たらない、僕の動画あるある。やめてよ、そんな激アツだって。役場なくたら信じる。あ、これレボリューションチャンス、熱いよ。体感7割、これ役物だよね。そう、あ、これ経由した方が熱いんですよ。あれ、これ尻上がりだな、今のところ。お、来た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 、ストーリー、 SOS 団は宇宙の神様でその名を轟かせるのよ。いで座の日、まあ、スレッジ外コリドーよりは低いけど、レボリューション経由は熱いよな。さあ、行きましょう、撃っちゃいましょう、撃っちゃいましょう。ダイヤマトも、ここマクロスっぽいですよね。さあ、
カカットイン。オーケー。腕や。ダメだったのか。 AT フィールド。これで終わりだ。 SOS だ。レボリューション入ったよね。幻多くないか。どうぞ。頼むよ。わかっ、ああギリ。ああこれはしゃーないわ。これなんだっけ。え、これ俺初めて見るかも。お、待って、これ何あれ、なんか熱いんじゃない。団長マジハルヒ頼む。ハルヒオッケー。あれある、あれ初めて見る。タテムリー。ダメなんだ。あ、そう、初当たり2回ぐらい、あと2回ぐらい取っててもいいぐらいの演出起きてるんですけどね。なんで当たらないのかな。ダメか。あ、こう、え、エピソードの、熱いな。サイドフラッシュ入ってるし、かわいい。だけでも、おい。三連敗。さあ、役者。レボリューションでもいいけど。とりあえずドーン。よし。ああ、長戸か。赤月。青い。青いや白いか。何か。まあでも中戸でも2割はあるんだけどね。テロップ、青、何もない、赤、あーまあ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 、ここは入ってくれたから。当たっちゃう。ループビジョン、ループビジョン、よし。あれ入ったら熱いよな。 OK、 339回転。大当たりも突然に。サンズガラで当たった時って体幹ラッシュ入ってる気がするんだけど。ミークル頼むよ。さっき2連で割れましたからね。2連で割るようなハルキでは本来ないです。さあ、運命の分かれ道、聞かせてくれ。一引き、一引き、一引き。うわー、とルーレットだ。うわ、ちっちゃいし。体感 25%。 目押しして、もうずれるんだよね。いやー、2枚入れてっからな。どうなってんだよ、もう。まあでもしゃあない、しゃあない。まあ先発くれるだけありがたいと思う。 PK で言ったら8ラウンドぐらいだ。次、次で決めよう。型破り。ハルヒフリーズ激アツ。あ、そうなんだ。あれハルヒフリーズがさっきの。へえ、あれがハルヒフリーズなんだ。初めて出ました。あ、釣り屋さん。へえ、後期なんだ。赤捨ててんですね。どうだ。ああ、でも後期止まりだよな。これで後期ですね。一、圧だ。カマドウマという。おっと。小泉君行くのか。あ、でも青森はどうなの。役者 SOS。 おフルーツだ。あ、でも役者ないんだよな。いや、フルーツ6割超え、バリアか。 OK、 6割超えだけども、いや、フルーツだけだな。いや、カマドウマも熱いんですけどね。バーサス系は一番上です。
小泉くん最強だよ。さあ団長でかい。あ、超ボタンまずいです。あ、でもキーポイント2個入ってんのか。え、薬物なしでもいけるかこれ。まあ、ガーレ、おー、いったー。欲望なしでいったぜ。まあ、ガーレとか回った69回転もうつらまでつながりました。入れましょう。53%割るんだ。何発バンドしたい。しかもまだ5000発使ってないんで、入れてしまえばまくりは当然ぐらいな感じですね。頼むよ頼むよ、お願い、引かせて引かせて、一引きがいい。おっしゃー、さあ先に行こう。これは入るべ。8割方入る。SOS だ。あれ待ちです。よっしゃー、まくれる。いやー最高。僕長いこと打ってますけど、一引き入魂通常からで外したの1回しかないんですよ。振り分け言っとくと、なんと15ラウンドが 42%、 12ラウンド 6%、 8ラウンド 7% で、4ラウンド各辺が 22%、 通常が 23% です。で、まあ、スルーの通過率にもよるんですけど、普通に言ってたら、まあ、30分で振り分け勝てば平気で万発できます。お、入った。さあハルヒ、え、ダメ。うわー怖いな。また一発目これ。いやー 77% だぞ継続率。ダーン、うわー一発目ダメ。はい、2発目。もう一回くれば、今回くれば。さあハルヒ、よしよし、3回来た。 OKOKOK 安心安心、これで通常否定です。まあ、入ったらほぼ16ですね。レッツゴー。はい、もっともっとからの、はい、ドーン、 OK、 これで16です。フルラウンド。そう、これをやりに来てるわけですよ今日は。これ2回やったらほぼまくりですからね今日。なんかさ、学祭やりたい。え、学祭やりたくないですか。スルパチさんやろうよ。ボーカルは僕サックスでやった。あ、OK、サイドフラッシュ。これ大丈夫です。これ V 出る。え、これ V 出るはずなんだけどな。確か。サイドフラッシュ先だったから。多分これ継続するはず。あー、芝居出てる。大丈夫です。そうだよね。だってなったもんな。もっともっと。おい。あのちょ、あ、これ16じゃないかも。そうだよね、16の時って120ってあんま出ないんですよね。90、90、120ドカーンなことが多いですよ。さあ、もっともっと。お、入った。普通に来い、普通に。あ、大丈夫かな。普通に当たれば当たるほど怖いんですよね。ハルヒ、一発で来い、一発で来い。2発目、はい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 、登場。いやマジ怖いこれ。 OK、 そう簡単には下ろせないですよ。どんだけ苦労してんだから。お、シュック、はい、シュック、はい、16。ナイス、さすが最強ライトミドルだわ。あ、入った。ハルヒ、
オッケー突破。さあもう一発16取ったら万発できます。ぴょん。さあ春日オッケー。万発届くかなこれは。さあ万発突破。あとはここから2万発まで伸びればもう春日のポテンシャルはお見せできたと思います。伸びるときすぐ伸びますけどね春日はね。さあ6連で万発届いております。うん、あ入った。さあ春日あれいやなんかまだいけてる気がする。出てこなきゃまずいけどこれ頼む。あー4ラウンドかどっちかな。一引きだったら分かるけど SOS エンブレムだったら5人ですね。みんな来ない。今日とこいつに君がいない。落ちればラッキー。ダメか。確かに復活あったと思うんだよな。出ればできるよ十分。ああダメだった。いやでも満足ですけどね。楽しかった。あの16ラウンド連発がね短時間でくるのはやっぱ春日だけですね。楽しかったです。型破りお疲れ様です。実戦終了しました。春日楽しかったっす。最後ね持ち玉がなんと1万10個ってことで投資が4875個で回収が1万100個かな10個かな近かったと思うのでまあ5000発プラスはい春日大好きな春日プラスやることができました。多分動画で打てるのは今日が最後だと思います。本当に春日の場で思い出ありがとうございました。いろいろプライベートでも救われました。はい、まだアマデジは生きてると思うのでそちらも出玉力は変わらないのでスピードも変わらないのでぜひぜひぜひおすすめの一台でございますので打ってみてください。いや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 、ストーリーリーチあんだけ外してもまあ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 プラスなるもんですね。早いですね。あとなんだろうな、あの速度で出る台っていうのがだんだん減ってしてしまうのであの撤去前に1台ずつちょっと触れていきたいなというのは心の中であります。合わせて寝台とか、まあ、ピーキーもねあの出玉出る台いっぱいあるので、まあ、合わせてちょっとねちょうどよくまんべんなく打ってければなと思ってます。とりあえず今日は文句なく楽しい一日でした。というわけで僕はこれから名古屋に行くわけですが、はい、皆さんもね今ちょっとコロナが広がってきているのでパチンコ屋さんに行く方はあの万全お互いにねあの万全の対策していきましょう。平和が一番です。健康が一番。無理していくことはないと思います。あの、ね、早くこのマスク生活もあるといいと思うんですけど無理はせず楽しみましょう。ありがとうございました。今年1年ありがとうございました。お願いします。2020年で公開された動画で一番いい動画になりますように。いきます。一発で行くぞ。一発で。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。型破り。